大塚電子株式会社代表取締役社長夏目邦明でございます。光の技術で世の中を明るくしている。で、まあ、ビジョンは、光で明るい未来を切り開く会社というのがビジョンです。皆さんが持っている、光の技術で世の中を明るくする良い社会、良いというのはゼルですね、良い社会を作るかというのがこの会社の目標です。まあ、まずはビジョンですね。光で、明るい未来を切り開く会社にまずなりたいと。で、そのことによって世の中が本当に明るく、平和で明るく、まあ、楽しく過ごせるような社会にしていくというのがありますね。まあ、我々はその世の中が明るくなるような機会、特に今、人々に役立つような機会ですね、それからサービス、そういったものを提供して、そういうことによって社会の人々がそれを使っていただいて、で、先ほど申し上げた社会になるというのが我々の役割です。今は皆さんに思いやりを持って接しましょうと言っていますので、ずいぶんそういう方が出てきました。それは我々は思いやりを持った人々があふれるような会社です。というところです。まあ、だいぶ全部そういうふうになってきたと思います。はい、まあ、まずね、我々自身が思いやりを持って社内の中でお互いの仲間に対してその思いやりを持って接したんですね。そういうことがよく社外の方だった時も同じように思いやりを持って対応する。で、そういう方が集まってきて、その挑戦する、我々も挑戦しようと言ってますけど、やっぱ挑戦する、一緒に挑戦できるような、そういう方が集まってきたわけですね。まずはやっぱり最初に思いやり、孫、中女の心を持った人が入って、で、それで仲間作りが始まって、チームを作って、で、世の中にやってきた。そういうことが、パートナーの方でも気づいていただいて、分かっていただいて、で、そういう方は、まあ、大塚電子と一緒にやりたいので、一緒に組んでやりましょうっていうような形になれば一番ですね。今やったりしてる共同、共に働く。共同して、競争する。競争は共に作れる。という世界になったらいいかな。会社になったらいい。